はい、皆さん、こんにちは。島田けしでございます。今回何やるかというと、今回に関してはこれやりましょう。103回問115番の解説です。じゃあ、103回115番のこれ解説していくんだけど、まあ、この問題が本当にややこしい。ってことで、まあ、文章で解説見てもちょっとね、 理解するの難しいかなということで動画で解説しておきます。なので皆さんね、この動画ちょっと長くなると思うんですけども、必ず皆さんの役に立つ内容になりますんで、皆さんこのね、103回115番、これをね、今回の動画で押さえてもらって、そしてしっかり答えを出すようになりましょう。まあ 本番2分半で出すのもちょっとこれきついんじゃないかなと思うんですけども、まあ過去問演習としては必ずやっとくべき問題ということで、まあ今回内容に関しては自デオキシ法っていうのが入ってることと、あとはですね、ポリアクリルアミドゲル電気移動によって DNA を分離して、そしてですね、その DNA どうなのかなーってね、見ていくということで、まあポリアクリルアミドゲル電気移動というか電気移動の内容も勉強できるってことで、まあ自デオキシ法と、 ゲル電気エイドですね。これについて勉強することができるっていうことで、まあこの問題は必ずやっとくべきでしょうってことですね。で、難易度はむちゃくちゃ高いと思います、実際。まあ解説聞いてもらってもわかりますが、うえー、これ2分半で考えんのーっていうですね。まあそんな内容なんですけども、まあ、 本当にね、勉強するではすごくいい内容なので、よかったらね、最後まで動画解説をお付き合いいただいて、で、まあ、こんな問題も国家試験に出るんだーってことね、まあ、それ知ってもらったらいいかなと思います。まあ、よく出るね、実験問題です。まあ、実験問題。で、この実験問題って本当に難しいので、まあ、本当に時間内に解くの難しいかもしれないんですけども、しっかり練習して。 そしてですね、自分のものにしてください。それでですね、問題内容と解説していきますので、皆さんこの後の内容で問題どうなのか、そして解説聞いてどういう風に解いていくのか、これを確認していってください。 はい。じゃあ内容を確認していきましょう。じゃあ内容を確認していくんだけど、まずリード文2行。これを確認しましょう。でリード文2行なんですが、どんな風に書かれているかというと、このように書かれてますね。ある DNA の延期配列をジデオォンにより解析し、図のような実験結果を得た。また、表を参照して、その配列中の制限構想部位の同定を行ったとなっているんですね。で、まあ、この文だけ見てもあんまりポーンとで、ね、何してるかというのは分からないと思うので、まあ、解説聞きながらどんなことしてるのかってことを分かってもらったらいいんですが、まずね、 この内容として大まかに言うと DNA の延期配列を g デオキシ法っていうので解析してるんですよ。で、まあ、この解析した結果が得られてそこから問題解けっていう話になってるんで何よりもね、この g デオキシ法これが分かんなかったら答えが出せないっていうことでまず g デオキシ法これについて説明していきます。で、この g デオキシ法に関してはどうかというと DNA 断片を作って連携度していくんだけど DNA 断片をどうやって作ってんのか。 そして、電気栄動でどんなことが分かるのか、これをね、説明していきますんで、皆さん、字出置き手法、これを押さえながら、そして実験結果を見て、で、この実験結果から、電気栄動ではどんなデータが得られるのか、ってことね、ここをちゃんと分かるようにしてください。 はい。じゃあ、g デオキシ法なんですが、どうかというと、g デオキショ法に関しては、これについてはね、DNA の塩基配列の解析、これで用いられるんですが、どうするかというと、DNA 断片を作る。長いもの、短いものっていう DNA 断片を作って、それをゲル電気栄動にかけます。まあ、今回でいうと、ポリアクリルアミドゲル電気栄動にかけてるんだけど、まあ、この電気栄動にかけることによって、大きさごとで DNA を分離します。 ちなみにですね、ゲル電気エイってものに関しては、大きさごとで物質を分離することができますんで、ゲル電気エイをかけることによって、短い DNA なのか、長い DNA なのか、中ぐらいの DNA なのか、こんなことがわかるっていうふうになってます。じゃあ、こんな感じで、ゲル電気エイをかけて、長い DNA、大きい D、短い DNA、中ぐらいの DNA、こんなことがわかるよってことなんだけど、まず DNA 断片作らない限りはね、電気エイをかけることができないので、DNA 断片どうやって作ってるか、ここまでですね、しっかり確認するようにしましょう。 はい。じゃあ DNA 断片どんな風に作ってるかってことをですね、問題文はですね、優しくこんな感じで5行で説明してくれてるんですよ。まあ優しいかどうかわかんないですけど、まあこんな感じで上げてくれてます。まあ丁寧に上げてくれてるんですよ。丁寧に上げてくれてるんだけど、これがですね、まあ悩ましい。文章きたー長いーってなるんですよね。で、この文章ですね、5行をですね、 本番処理して2分半で解くのは無理でしょうということで、皆さんはこの G 出起き手法っていうのをこの問題でちゃんと押さえるしてください。この問題でちゃんと押さえる。で、その問題知っておけば G 出起き手法に関する内容ってきた時に、あ、あの原理で問題、あの原理で DNA 断片を解析してるのねってことが分かるので、皆さんはここでですね、すべての内容を処理するんではなくて G 出起き手法でどんなことをしてるのか、これをですね、ここでしっかり押さえて、そして本番使える知識にしてもらったらいいかなと思います。で、この G 出起き手法、これですね、 説明していくんだけど、ただ文章を読むだけだったら、もうこれ文章載ってるから、そらそうだよねってなっちゃうので、この GDO 基礎法に関しては、DNA 合成の概要、これを確認しながら説明します。で、それを理解した上で、皆さんはこの文章を読んでもらうと、あそんなことしてるのねってことが分かると思うので、皆さんは今から説明するね、話、DNA 合成の概要で GDO 基礎法でどんなことしてるのかってことを大まかに押さえてもらって、そして文章ね、 こんな風に表現されるんだなってことを確認してもらったらいいかなと思います。じゃ、DNA 合成の概要なんですけど、これすごい大まかに説明するんで、皆さん大まかにですね、あこんな感じなんだなと知っておいてください。もしくはもう DNA 合成について説明あ、知ってる人に関してはそうだよねって感じで見てくれればいいかなと思います。じゃ、この DNA 合成なんですが、ただ単に合成できるかというと、それは無理ですね。異型 DNA というね、元となる DNA、これをね、元に DNA は合成されていきます。 ということで、異型 DNA というものをもとに、相互さ DNA というのができていくんだよっていうふうになってますね。で、ここではね、異型 DNA どんなふうに持ってきてるかというと、こちら3ダッシュ、こちら5ダッシュっていうことで持ってきてます。で、内容を見ると C、A、T、G、C、C っていうことで、まあ、これ例えば、まあ、こんな感じだったよってしてください。これどうかというと、シトシン、アデニン、チニン、グアニン、シトシン、シトシンみたいな感じで、ね、並んでると押さえておきましょう。じゃあ、この異型 DNA、これをもとにですね、 相互差 DNA が合成されるんですが、その時に DNA ポリメラーでってものが働いてね、合成していきます。で、この DNA ポリメラーでこれが働いて合成していくんだけど、こんな感じで合成されますね。5ダッシュ側から3ダッシュ側に合成される。まあ、これ知っとかないと今回の問題解けませんので、相互差 DNA ってどんな風に合成されていくかというと、5ダッシュ側から3ダッシュ側に合成されるんだなってことは知っといてください。 じゃあ5ダッシュ側から3ダッシュ側に合成されるんだけど、これについては異型 DNA のデータを元に合成されていく。まあ、ここがシトシンであるならば、どうかというとそれに対応するグアニンがやってくる。アデニンであるならばどうかというとそれに対応するチミンがやってくる。チミンだったらそれに対応するアデニンやってくるよみたいな感じで、こんな感じで異型 DNA のデータを読みながら DNA 合成はされていくということになります。 で、この DNA 合成されていくんだけど、この時何がくっついていくのかっていうと、くっついていくものはこれです。DNTP ですね。これがくっついていきます。DNTP。これがどんどんくっついていく。で、この DNTP なんですがどうかというと、この DNTP に関してはここに載ってますね。で、オキシディボヌクレオチド三リン酸です。 で、これ DNTP って訳してるんだけど、この N の部分に関しては A とか G とか C とか T が入るということになってます。なので、例えば T が欲しいってなったらどうかというと、T が欲しいってなった時に関しては、ここに DTTP がやってきて、で、くっついていくんだ、みたいな感じになってるんですよ。なので、基本的には DNTP がやってて、どん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 くっついていくよ、どん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  DNA 合成されていくよっていうふうになっていく。 で、その時なんですけど、どうやって DNA がどん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 ね、長くなっていくかというと、この DTTP とかですね、DNTP、これに関しては、3ダッシュ位から、ピローンって OH を出してるんですね。で、この3ダッシュ位からピローンって OH 出してるんで、このピローンって出してる OH に新たなものがくっついて。 DNA が長くなる。新たなものがくっついて DNA が長くなる。っていうふうになるんですよ。なので、この3段周囲に OH があることによって、新たなものがくっついて DNA は長くなるよ。ってことで、これを知っておいてください。で、それに注目したのが何かというと、それに注目したのが、自デオキシ法です。じゃあ、自デオキシ法に関しては何したいか。DNA 断片を作りたいんですよ。DNA をどっかで切断したいんですよ。 じゃあこれ切断したいってなった時に3ダッシュに OH があったら新たなものがくっつく3ダッシュに OH があれば新たなものがくっつくってなってるんだったら3ダッシュに OH じないものを入れたらいいんじゃないそこで切断されるじゃんってなったんですよねでそれがどうかというとそれがこれなんですねジデオキシ法に関してはジデオキシリボンヌクレオチド酸リン酸 DDNTP ってものを入れて DNA 合成をそこで止めちゃおうっていう方法なんですね で、この DDNTP ってどうかというと、この DDNTP に関しては、こうなんですね。DDNTP に関しては、これは3ダッシュ位に OH はありません。なので、DDNTP やってくると3ダッシュ位に OH が出ない。っていうことで、そこで合成終了。っていうふうになるんですね。じゃあ、この G デオキシ法ですね。これどうかというと、この G デオキシ法については、1種類だけ。 DDNTP 入れます。例えば、こんな感じですね。DDATP を入れておくと。これ全部入れないですよ。DDATP だけ入れておく。じゃあ DDATP 入れといたらどうなるかっていうと、G がくっついた、T がくっついた、次、アデニンくっつきたいなってなった時に、まあ、DATP がやってくることもあるんですよ。こんな感じで DATP がやってきて、普通に合成していくこともあるんだけど、 この DD-ATP が入っていると、この DD-ATP が来て、ここにくっつく可能性もあるんですね。で、例えば DD-ATP がここにくっついてしまったらどうかというと、DD-ATP がここにくっついた場合に関しては、3-C から OH がピローンで出てないんですよ。3-C から OH がピローンで出てないので、次、シトシンがくっつこうとしても、くっつく場所がないってなって、この DD-ATP が入ってきた場合に関しては、ここで DNA 合成終わりってなっちゃうんですね。っていうことで、 これで DNA 断片を作ることができるとなります。で、この d d a t p に関しては1種類だけ入れといて、で、最後に何がくっついたかっていうのを分かるようにしてます。これ d d a t d d n t p を全部入れると、いろんなところで切断されて、最終的に何ができたか分かんないってなっちゃうので、どうかというと、ここなんですね。4種類の G デオキシリボン、ヌクレオチド3輪3のうち、 一種類だけを入れとく。で、一種類だけ入れとくとどうかというと、一種類だけ入れとくと、最後に何がくっついて切断されたかってことがわかるんですね。例えば DD, ATP 入れといたら、A がくっついて、アデニンくっついて終了。ってことは DD, ATP 入れてる場合に関しては、最後は絶対アデニンです。 断片できた場合に関しては、絶対最後はアデニンっていうことが分かるよっていうふうになってるので、一種類だけ DDNTP DD 入れといて、そしてですね、そこで切断させて、最後に何がくっついたのかなってことを分かるようにしてます。で、このように DNA 断片作って、そして電形部をかけて DNA 配列を見ていく。これがジレオキシ法ということになります。じゃあこの原理を把握して、 次は実験結果を見ていきます。ちょっともう疲れたかもしれませんけど、もうちょっと頑張ってください。ここまでで、まず字、病気症、確認することできた。で、ちょっとね、わかりにくいとか、ちょっとね、どういうことかってわかんない人は、もう一回ですね、見てください。これね、なかなか、 理解すすするるのの難しし、いいと思いますし説明するの結構難しいんですよ。結構ねこれね難しいことなので皆さんですね一回まあ見てもらって分かるって人に関しては次のね内容を見てもらったんですけどどういうことかなってなる人に関してはもう一度ちょっと見ていただいてでですね内容を把握した上で次の実験結果確認していきましょう。ということでここまでが実定置手法の原理に関すること、まあ、この問題特にあたっては肝となるところですねここをちゃんと分かってそしてですね次の内容に進んでいってください。 最後まで動画見ていただいてありがとうございます。今回の動画いかがでしたか良かったと思う人に関しては高評価ボタンを、何か気になることある人に関してはコメント欄からコメントください。今後もね、国家試験に関する内容、国家試験の解説とどん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 配信していきますんで、良かったらチャンネル登録よろしくお願いします。